はい、皆さんこんにちは。ファジアのニュースの時間でございます。私フロントスタッフ桜内でございます。今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。キャリオンプレゼンツファジアのニュース、株式会社キャリオンの提供でお送りいたします。キャリオンさん、いつもありがとうございます。はい、前日からですね、始まりましたこちらのファジアのニュース、たくさんの方にご視聴いただきましてありがとうございます。この番組はですね、ファジアの岡山のことをもっともっと楽しく知ってもらおうというようなことでですね、お届けをしていきたいと思いますので、ぜひ今回もお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。早速なんですが、前回の配信を終えてですね、ご意見ご感想をですね募集したところ、早速たくさん のコメントをいただきましたので、一部ご紹介をさせていただきたいと思います。たくみさん、ありがとうございます。番組の配信ありがとうございます。いえいえ、こちらも見ていただいてありがとうございます。オープニングの聞こえる音声の中で BGM の割合が大きいような気がします。気をつけます。ファジアの岡山に関わる人を収録に呼ぶゲスト会を見てみたいです。はい、これはぜひですね、我々も考えていますので、たくみさんに喜んでいただけるような、ゲストの方に来ていただいてですね、楽しい番組していこうと思いますので、よろしくお願いします。続いて桃次郎さん、新加入選手は多めに登場してほしい。そうですよね。皆さんも新加入選手が、どういうような、コメントだとか、どんなまず声をしているのかとか、そんなところも知りたいと思います。マスコット選挙対策でファジマルも登場しとかなきゃね。そうなんですよ、ファジマル前回、総選挙ちょっと何とも言えない数字になってしまいまして、これは我々ファジマルどうしていこうかと、もうこのあたりですね、ファジマルがどうやったらトップ20、20以内に入れるかというのをですね、ぜひ皆さんと一緒に考えていければと思いますので、始まるをよろしくお願いします。続いて、ノブ小山さん、アウェーゲームのスタジアム特集をやってください。アウェーサポの様子など、バイ関東ファジサポ、ありがとうございます。今日早速ですね、アウェー開幕だった栃木戦のですね、関西スタジアムの様子を撮っておりますので、ぜひこの後ご覧いただければと思います。続きまして、青マトンさん、照明が暗いです。イケメン桜内さんを綺麗に撮ってほしいです。これなかなか言われたことないですね。ちょっとここの尺長くなるかもしれないですけど、イケメン桜内さんを綺麗に撮ってほしいです。ありがとうございます。なかなか言われたことないですね。続きまして、ホエホエプーさん、Cパス今日届きました。毎年届く封筒ですが、今年は特別重い、でかい、クリスタルレンズいただきました。ありがとうございます。シースタ通い続けて10年、 J1 昇格もちろんですが、選手スタッフサポーターが今シーズン元気に最後まで駆け抜けましょう。皆さんありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。はい、こういった形でですね、我々皆様のご意見コメント必ず読んでおりますので、今後もですね、引き続きたくさんご意見をいただければ、そしてコメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日のラインナップです。こちらをご覧ください。どうぞ。アウェースタジアム紹介、そして試合のハイライト、木山選手ゴール解説、そしてあさって3月14日相模原戦のお知らせとなっております。では早速ですが、関西スタジアム栃木の、アウェースタジアムの紹介のこちらの動画を見ていただきたいと思います。今年の開幕戦を戦ってきた栃木 SC の新しいスタジアムです。どうぞ。はい、こちらが栃木県に新しく、建設されました関西スタジアム栃木です。2022年に栃木国体があるためにスタジアムができたというふうに、聞いております。本当に開幕戦らしく、かなりこのスタジアム広場も盛り上がってるんじゃないかなというふうに思いました。そして栃木名物のいちごですね、栃木カラーの、黄色が椅子で、本当かなりやっぱ一つやっぱすぐ使う、屋根が全部に覆われているので、これかなりサポーターの皆さんの声とか手拍子とかは反響するんじゃないかなというふうに思うんですけども、このあたり開幕戦に行かれたサポーターの皆さんであったりだとか、次行く方楽しみにしていただければと思います。これはロッカールームですね。もうすぐ横にはウォーミングアップスペースがあって、結構やっぱり廊下も綺麗ですね。これがメインの正面の通路ですね。
ここから入場していくというようなスタジアムになってますね。さあ、本当に栃木開幕ですね。たくさんの方が栃木まで行っていただいたというふうに聞いています。本当にありがとうございます、この皆さんがスタジアムに駆けつけてくださった方、そしてダゾーンで応援していただいた方、皆さんの声援が、開幕戦勝利につながったというふうに思っております。アウェイの試合を振り返りたいと思いますので、こちらをご覧ください。しっかりと安定感のプレーしますからね。少し前が空いたところ、縦につながって宮崎入ってきた、中への折り返し、キーパーです。ちなみに昨シーズン柳は6得点挙げましたけれども、そのうちの4点がゲーム終盤でのものでした。すぐにプレッシャーがいきます。川野つなぎます。でこれが少し流れかけましたが、引き取って中への木村折り返し、ハンドですね。 PK です。どうでしょうね。ここですね、少しここのスライディングした後のこの手に、足に当たった後当たってるっていうところですよね。さあ宮崎決まりました。アウェー岡山先生です。23分宮崎 PK、ここでの PK、本当選手としては緊張する場面ですからね。大谷選手は、アウトのクロスみたいなの結構好きですね。そうですね。さあロングボールから今度はチャンス岡山、シュート打ちます。さて今度は上条、左に流れて山本は中の状況確認、内側上がってきました。白井、上条も中で欲しがっていますが一度後ろに預けます。山本のクロス、上条流れてシュート来た、キーパー止めました。この前線の3人に連動しながら、最終的に右サイドにいた斉藤選手が中に入ってくるという形ですよね。柳が対応しますが下げたところに白井、上条、もう一回白井です。縦つけて深いところ上条出てきます。マイナス斉藤だ、こぼれ球シュート、追加点。最後決めたのは木山。ここで上条選手が少し股を狙って斉藤選手シュートをして、こぼれ球最後しっかりと冷静に流し込みましたね。これなかなか難しいですけどね、前に選手もたくさんいますし、スライディングもここでしてきますから、見るほど簡単なシュートではないですね。ちゃんとしかも左足でしっかりと狙って巻きながらのシュート決めましたから。合わせてきます、ヘディング、ナイスキーパー、斉藤選手ですかね。本人としても本当にいい仕事しているので、ゴール取りたいでしょうけどね、今のも悔しそうでしたね。今4分台に入りました。そしてここで試合終了の笛です。0対2開幕節アウェー岡山勝利です。はい、見事2得点目を決めました木山選手に開幕戦のゴールを振り返ってもらいましたので、木山選手の解説付きで見ていただければと思います。どうぞ。ストップ、左サイド側に時間を作れたので、全体としてラインを上げれて、自然と自分の位置も高い位置を取ることができて、早い攻めではなく時間をかけた攻撃なので、自分のポジショニングは自然と前に行ってます。ストップ、この佐藤がおそらくこの和樹にクロスを上げるなと思ったので、
このカズキのシュートがこぼれるんじゃないかなと予測して、あのこぼれたところを狙えるポジション、あとはシュートのイメージを持って入ってます。はい、ストップ。こう、まあ、相手ゴール前に人数は多いんですけど、この10番の選手ですかね、自分の、まあ、左側からこう自分の方へスライディングしてくるなっていう予測ができて、10番の選手の右側開くと思われるコースに流し込んだ形です。最後のストップは映ってんのかな、ここです、はい、つまずきました。ただカクってなったの、ちょっと戻ってください。ここカクってなるんでちょっと見てくださいね。ここでカクって、はい、ただスタジアム来てたゴール裏のサポーターの人たちとかは気づいてる人いるんじゃないか、試合後選手にはいじられました。あのゴール裏挨拶行くときに転ばないでね。はい、木山選手にご自身のゴールを振り返っていただきました。まあ、ああいったゴールが次も出ることを期待して皆さんで応援しましょう。そしてホーム開幕となりました金沢戦、試合もそうなんですけども、向原さんの、トークショーであったりだとか、開幕戦セレモニーのそういったあのイベントのですね、様子も合わせてご覧いただければと思います。どうぞ。サッカー選手を引退した向原健太さんに来てもらってます。皆さんお久しぶりです。昨シーズンも来まして引退を決断しました。まあ、その理由はいくつかあるんですが、まあ、一番大きなものは僕含め家族もこの岡山という街がすごい大好きになりました。まあ、正直昨シーズンはすごいきつかったので限界を感じました。過密やったからね。はい、もうたくさん走ったんで後悔はないです。皆さんありがとうございました。そして改めまして、これから岡山で活躍してくれる向原健太さんに、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。今日一緒に試合楽しみましょう。これ両サイドからあっとまた自分で仕掛けていこうというところ、このバックアップ中にワンタッチで徳本も入っていこうというところですが、さあフリーになる、中へ入っていってシュートになるか、いやこれナイスセーブ。さあ今のシーンです。徳本選手ね、はい、強い当たりで相手を吹っ飛ばして、うんうん、非常にこう難しい体勢でしたけど、チャンスを迎えました金沢です。両チームとも今20分を迎えようというところでまだ得点がありません。さあニアサイド、先にボールに触ったのは岡山、
一度ボールをさばします松田。さあこのボールを奪って上条がこのボールを運んでいって、そして宮崎中に入っていくが、まだあるか、シュートを放っていったのは白井。最後シュートで終わりましたが、このゲームではかなり高い位置を取ってきています。さあゆっくりとボールを握っていって、ここに大谷がいます。さあ前に出していって、どうだ、シュートまでいけるか、2番決まった、ゴール決まりました。2番、失点はしないようにしないといけないですね。さあ上条をかわしていって、さあ上条は前を見る、中には斉藤がいる、そして宮崎曲がってきた、どうだ中へシュート、どうだ決まらない、斉藤中に運ぼうというところで木山、これに対してプレッシャーをかけてきます。逆サイドには徳本がいます。さああっとこれをどうだ、シュートまでいけるか、白井、ゴールキーパーの後藤が、徳本選手からね、はい、ここうまくね、後ろに落として白井選手からね、あ少し立ち足から遠くなりましたね、ボールが、1点ビハインドの岡山。さあ前に行こうというところですが、ここは蓋をします、早くボールを入れる、切っていきます金沢、ここで長い笛、1対0、アウェーの金沢が勝利しました。はい、続きまして、あさって行われます3月14日相模原戦の、イベントの紹介です。なんと千秋貴則さんが、来場ということで、2010年から2015年までファジアーノ岡山に所属し、昨年限りで引退された千秋さんがですね、スタジアムに遊びに来てくれます。もう本当に2010年、練習場がこの正田がですねできる前に入団をしていただいてですね、たくさん、ファジアーノでいいプレー見せてもらいました。その千秋さんが、岡山に帰ってくるということで、皆さんで温かく迎えてあげればなというふうに思っております。ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、続きましてグッズの紹介です。こちらペナルティさんとのコラボグッズ、3ウェイリュックとなっております。こちらトートにもできますし、こういうふうなリュックにもできますし、ショルダーにもなるというようなコラボグッズになってますので、ぜひお買い求めいただければと思います。こちら一つ税抜金額5000円となっておりますので、ぜひスタジアムでお買い求めをいただければと思います。そして今日はプレゼント企画でございます。開幕戦と続きの、相模原戦でお配りをさせていただくこちらの、ハリセン、なんと、選手のサインをもらってですね、抽選で、3名の方にプレゼントしたいと思います。プレゼント方法につきましてはこの番組のコメント欄に概要を記載しますので、ぜひ概要に沿った形でご応募いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、もう一つ重要なお知らせがございます。前節ですね、行われました栃木戦ですが、ダゾンの視聴数がなんと J1、J2 全ての試合でファジアの試合は最下位の視聴数でした。これはですね、一番見られている試合と比較しましたら3分の1以下の視聴数でしたので、なんとかこの視聴数を皆さんと一緒に上げていければと思っておりますので、ぜひファジアの試合はですねダゾンでご覧いただいてですね、熱い応援をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。なんとかこの最下位を脱出したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回は3月26日金曜日を予定しております。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。キャリオンプレゼンツファジアーノニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございました。また皆さん再来週お会いしましょう。